られない。絶対に勝つんだ。戦闘訓練のお時間だ。じゃあ始めようか、優勢ランドも。君のヒーローへの第一歩だ。素晴らしいじゃない。おっと、そうそう、分かったかな。さあ見せてもらおう。ここは重要だぞ。分かったかな。さあ見せてもらおう。大丈夫、分からなくてもやれば。分かったかな。ここは重要だぞ。パーフェクトだ。グッネス。さあいよいよ来た。さあ見せてもらおう。余計なお世話はヒーローの本質だって。分析と作戦の勝利だ。よく頑張ったよ、本当に。何事もチャレンジ、チャレンジ。さあいよいよ来た。さらに向こうへ、ブルースウルトラ。僕らが生まれたこの超人社会、かつて誰もが憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。それはヒーロー。拳一つで絶望を打ち砕く永遠のヒーロー、オールマイト。僕ミドリア・イズクは彼に心の底から憧れていたんだ。けれど僕は生まれつきの無個性だった。でもヒーローになる夢を諦めきれなかった。そんなある日、体を乗っ取るヴィランに幼馴染のカッちゃんが捕まったんだ。僕は走り出していた。だってカッちゃんが助けを求める顔をしてたから。オールマイト、デトロイトスマッシャー。その日の帰り道、再びオールマイトに出会った。オールマイトは僕に言ってくれたんだ。君はヒーローになれる。肉体の限界を迎え、後継者を探していたオールマイト。引き継がれてきた個性、ワン・フォー・オール。断る理由なんてあるわけない。僕は厳しいトレーニングを乗り越えた。そしてオールマイトからその個性を託されたんだ。 UA 高校ヒーロー科入学試験。倒れていたうららかさんを助けずにはいられなかった。僕はついに UA 高校に合格した。夢の高校生活が始まる。そこでは個性豊かな仲間たちが待っていたんだ。その面やめろや、クソナード。俺だってヒーローに。勝って私もデク君みたいに。俺が折れればインゲニウムは死んでしまう。ここで動けなきゃ俺ヒーローでも男でもなくなっちまうんだよ。ヒロ、私のことはつゆちゃんと呼んで。一芸だけじゃヒーローは務まらん。刺させる、刺す。ヒーロー殺しの意志は俺が全うする。待ったよヒーロー。社会のゴミに。みんなが笑
俺はホークス、早すぎる男。もう大丈夫、私が来た。余計なお世話はヒーローの本質なんだって。僕のヒーローアカデミア、これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。僕らが生まれ